まりさ、歴代最強のラスボスってガイアデルムじゃないのかしら？違うぜ。私があんなに苦戦したのに、即答しないでほしいわね。いや、霊夢の苦労を否定するつもりはないぜ。ただ、モンハンシリーズ最強のラスボスはゴグマジオスと相場が決まっているんだ。ゴグマジオスって、4G のラスボスだったっけ？そんなに強かったのかしら？知らずにいるのがもったいないくらい強いぜ。今回は、歴代最強と名高いラスボス、ゴグマジオスを徹底的に解説してやろう。ゴグマジオスが見せた地獄を、じっくりと解説してやろうじゃないか。怖いんだけど。さて、まずは巨激竜ゴグマジオスの生態などについて説明していくぜ。ゴグマジオスは巨大固有らしいとんでもないサイズを持ちながら、その死体は妙に細長く、月並みな表現だが悪魔と形容するのが無難な姿をしているんだ。確かに、これは悪魔だわ。この世の終わりって感じよね。4本の足と翼脚を持ったマガラ型骨格の固有なんだが、ゴアマガラやシャガルマガラとはまるで違う威圧感があるよな。マガラ型骨格の集大成って感じがするわね。というか、体から粘液みたいなのが垂れているわ。ああ、この粘液に当たってしまうと、ハンターですら拘束されてしまうんだ。コールタールみたいだけど、どんな物質なのかしら？簡単に言ってしまうと、重油だぜ。ゴグマジオスはこの特殊な重油、超重質有骨油を体内に溜め込んでいて、大量から滴らせたり、固めて防御に使ったり、ブレスとして吐き出したりするんだ。もちろん油だから、熱を感知すると爆発するぜ。そんなのに巻き込まれたら、ハンターもただじゃ済まないわね。それに、ゴグマジオスはこの重油油を凄まじい圧力で吐き出すことも可能なんだ。さらにゴグマジオスは発熱を起こすこともできるんだぜ。自由に重油油を起爆できるの？重油油ブレスに火炎粉塵を混ぜて大爆発する熱線ブレスにすることが可能だし、発熱した爪で重油を起爆することもできるんだぜ。ちなみに爆発するブレスの名前は、爆熱重油油ブレスだ。捨て頃で戦うガンダムの技を思い出すネーミングね。にしても、恐ろしい能力だわ。ゲーム的な話になるが、この熱線ブレスの爆発は、爆発だけじゃなく爆発後のモヤにも当たり判定があるんだ。爆発に合わせて緊急回避してもモヤに被弾してキャンプ送りなんてことも珍しくないんだぜ。それは地獄ね。話を変えるけど、巨激竜ゴグマジオスの巨激って何なの？ここまで紹介した能力とは関係ない気がするんだけど。いい質問だな。まず激というのは、中国に存在した、重たい槍のような武器のことだな。三国無双をプレイしたことがある人なら知っているだろう。なるほど、でもそれとゴグマジオスに何の関係が？巨激竜ゴグマジオスの巨激は、背中に巻き取られた初代激竜装のことなんだぜ。あら、背中のトゲってゴグマジオスの体じゃなく、激竜装なのね。でも、どうしてそんなものがついているの？これはゴグマジオスの植生とドンドルマの初代激竜装が関係しているぜ。これも驚愕なんだが、ゴグマジオスは火薬類を好んで食べるんだ。だから、人間が築いた村などの火薬庫などを襲撃して、火薬を食べてしまうんだぜ。そんなものを食べているのね。それなら重油が出てくるのも頷けるわね。でも、そんな厄介な固有がいたら有名になってるんじゃないの？ゴグマジオスが襲撃した村は目撃情報を報告できなかったんだ。報告をするにも、生存者がいないとできないからな。つまり、襲われた村は完膚なきまでに壊滅させられてしまったと。そういうことだ。そんなゴグマジオスだが、過去にドンドルマの武器庫にもやってきているんだぜ。その武器庫には火薬と、引退した初代激流層が安置されていたんだ。その火薬を食べた時に、初代激流層が盗まれたのね。盗まれたというよりは、重油油に絡め取られたというのが正しいな。こうして、ドンドルマの初代激流層は紛失していたわけだぜ。なるほど。でも、ゴグマジオスがその場で暴れなくてよかったわね。まったくだな。にしても、それで巨激流ってのも妙よね。普通のゴグマジオスがいるとしたら、巨激竜の方は特殊個体寄りにならない？ゴグマジオスは同一個体がずっと生き続けている長寿の固有でな。餌を食べて満腹になると地中に潜り、長期間の休眠状態に入るんだ。だから、他の個体がいる可能性は低いんだぜ。ゲーム的な都合で周回はできるけどな。世界観的には、ゴグマジオスはあれ一体きりってことかしら？ああ、もしゴグマジオスが他にもいて、後の作品に登場するとしたら、巨激竜、以外の名がつく可能性もあるだろうな。あんまり出てきて欲しくないけどね。でも、ゴグマジオスが世界観的にも恐ろしい存在なのはよくわかったわ。さて、次はハンターたちが最初に合間見える通常個体のゴグマジオスの強さを語るぜ。通常個体のって部分にものすごく嫌な予感を覚えるんだけど、とりあえず聞くわね。
ゴグマジオスとの戦闘の舞台になるのは、ドンドルマの戦闘街だ。移動式大砲や巨流砲など、ドンドルマの迎撃能力を結集した場所でもあるな。これだけの兵器があれば、さすがに戦えるんじゃない？だが、ゴグマジオスはそれらの設備を使いこなしたとしても強敵だ。まず普通に攻撃するにしても重油油が常に滴ってくるぜ。当たってしまったら拘束されてしまうのよね。さらに、ゴグマジオスは全長50メートル近い体にもかかわらず、意外と素ばしっこいんだ。だから、肉弾攻撃だって決して油断ならないし、大ダメージを受ける危険もあるんだぜ。それに、ゴグマジオスの体を覆う重油油は固まっていることが多くて、このせいで肉質が硬く、頑張って攻撃してもダメージが通りにくいんだ。その上、ブレスも使ってくるのよね？ああ、大量の重油油を吐き出してくるんだが、これも相当な威力なんだ。しかも、立ち上がって放つ極太熱線はさらに高威力で、食らえばほぼキャンプ送りだぜ。この攻撃はガード強化をつけていたとしてもガード不能なんだ。地上は完全な地獄じゃない。じゃあやっぱり、武器で戦ってないで狩猟設備を使わないと。狩猟設備を活用すれば大ダメージを与えられるな。だが、設備のある場所に登ると、ゴグマジオスは重油油ブレスを吐いてくるぜ。狩猟設備に頼ろうとした挙句、爆熱重油油ブレスでヒートエンドってこともあり得る。幸いにも移動式大砲があるから、動きながら迎撃したいところだな。どこにいても油断ならないのね。戦う時は極度の緊張状態になりそうだわ。ああ、初見の場合、終わりのない地獄のように思えるぜ。でも、コツコツダメージを与えていけば倒せるはずよ。ああ、だが体力が半分以下になった時に真の地獄が展開されるんだ。え？ゴグマジオスは形態変化を残しているんだぜ。そうなの？ああ、体力半分以下で怒り状態になると、流れが変わったかのように BGM が変わり、方向とともに背中から黒い煙が噴出するようになるんだ。これが、後半戦のゴグマジオスが見せる機体モードだぜ。元々の雰囲気も相まって、まさしく悪魔のような形相だよな。これはどんな状態なのかしら？平たく言うと、体温が上がった状態だな。滴る重油油はその熱で、落ちてからすぐ爆発するようになるぜ。この爆風を受けると、火属性やられ台がつくという危険な状態だ。爆発に巻き込まれただけでもやばいわね。さらに、この状態になるとゴグマジオスは信じられないことに、翼を使って空を飛び始めるんだ。え、あのデカさで飛べるの？信じられないが、飛べてしまうんだぜ。さらに、その状態で爆熱重油油ブレスを回転レーザーのように撃ちまくり、戦闘街の至るところを爆発させてしまうんだ。もちろんだが、被弾したらほぼ終わりだぜ。そんな状態のゴグマジオスと最後まで戦わないといけないのね。うまいこと狩猟設備を使ってな。ちなみに、ゴグマジオスの背中にくっついている初代激流装だが、部位破壊で落とすことができ、そのまま使うことができるぜ。それは粋な演出ね。それに、機体モードのゴグマジオスは、重油油に覆われていた部位が柔らかくなるんだ。近づくのもはばかられる超危険な状態だが、攻撃のチャンスでもあるんだぜ。なるほど。でも、そんな状態のゴグマジオスに近づきたくないわ。こんなクエスト、みんなクリアできたのかしら？クリアできない人も多かったぜ。強さもそうだし、時間内に体力を削りきれない人もいてな。ゴグマジオスを倒せず、同行してくれる人を待つ人、通称マジオス難民が発生したんだ。ラスボスモンスターで難民が発生するって、そんなことあるの？それを起こしたのがゴグマジオスなんだ。だからこそ、モンハン史上最強のラスボスとして現在も語り継がれているんだぜ。なるほど、誇張表現でないことがよくわかったわ。そして、このゴグマジオスには、なんと強化個体も存在するんだぜ。え、ただでさえ強いのに強化個体？OG、さすがにやりすぎだわ。さて、通常個体の時点で強化個体のようなものだが、ゴグマジオスには劣気とした強化個体と戦うクエストが存在するんだ。それも、強化個体のクエストは2つあるぜ。何度でも言うけど、4G はさすがにやりすぎよ。で、強化個体って体力とか攻撃力が強化されてるのよね？一つはそうだな。ということで、最初に登場した強化個体クエストは、大敗の沼だぜ。こちらのゴグマジオスは通常個体よりも体力と攻撃力が高く、クリアするのは相当に難しかったな。そりゃ、こんなモンスターの強化個体ならしょうがないわよね。でも、素材が欲しいなら通常個体の方を頑張ればいいんじゃないの？そうなんだが、このクエストには独自の報酬があったんだぜ。独自の報酬？ああ、このクエストをクリアすると、友人トニアにグランミラオスの素材が追加されるんだ。グランミラオスってトライ G に出てきた近畿のモンスターよね？ああ、その素材が手に入るということで、みんなこのクエストに挑戦したんだ。通常個体よりも、報酬の素材自体も良かったしな。でも、クリアは難しいんじゃない？ああ、結局はマジオス難民が増えることになったぜ。通常個体の時点で地獄だったのに、さらなる地獄を追加したのね。いや、これだけじゃなく、強化個体クエストはもう一つあるぜ。
むしろ、こちらの強化個体クエストの方が地獄なんだ。どんなクエストなのよ？それが、巨撃砕くは砲撃の雨だぜ。こちらのクエストのゴグマジオスも、言うまでもなく強化個体だ。でも、最初に紹介したクエストよりも地獄なのよね？さらに体力と攻撃力が上がってるとかかしら？違うぜ。このクエストはいつものように戦闘外でゴグマジオスを討伐するという内容なんだが、ゴグマジオスは最初から黒い煙を立ち上らせた状態、つまり機体モードなんだ。は？じゃあいきなり飛び上がって、ブレスを打ちまくってくるの？その通りだぜ。まさしく、最初からクライマックスというわけだな。体力とか攻撃力はどうなのよ？強化個体だから、もちろん強化されているぜ。しかも、機体モードからスタートだから、空を飛ぶ時間も長くてな。効率よく攻撃できたとしても、最終的には制限時間との戦いになるんだ。クリアさせる気が感じられないわね。だが、このクエストの報酬ではレア素材が出やすいんだぜ。それに、GX 好転、GX 装填シリーズの素材である、残留チケットが獲得できるんだ。なるほど、挑戦する価値はあるというわけね。地獄を見ることになりそうだわ。さて、次はゴグマジオスの素材で生産できる防具、ゴグ、マゴグシリーズについて解説していくぜ。随分と言いづらい名前だし、聞き覚えもないわね。どんな防具だったのかしら？順を追って説明しようか。まず見た目だが、メタリックかつゴグマジオスらしさも表現したデザインだぜ。確かに、これはかっこいいわね。ああ、ビジュアルはな。性能はどうだったの？剣士とガンナー共通の発動スキルは、複合スキルの奥義だぜ。何やら強そうな名前だけど、どんな効果なの？奥義は、覚醒と属性攻撃強化と状態異常攻撃プラス1が同時に発動するんだ。覚醒からしてよくわからないわね。某シリーズの武器には、属性値が、カッコ比100のようにカッコ付きになってるものがあるぜ。この場合、普通に使っても属性や状態異常が発動しないんだが、覚醒のスキルがあると、武器に秘められた属性や状態異常が発動するんだ。なるほど、カッコ付きの属性や状態異常を引き出すスキルが覚醒なのね。ああ、そして奥義についている他のスキルは属性攻撃と状態異常攻撃を強化する内容だ。奥義は、カッコ付きの武器にはうってつけのスキルってことね。そういうことだぜ。そしてゴグ、マゴグシリーズは剣士の場合、一式で見切りプラス2、砲術師、砥石使用低速化。ガンナーの場合は弾道強化、通常弾連射やアップ、装填速度マイナス1が発動するぜ。言っちゃ悪いんだけど、微妙じゃない？特に剣士はな、奥義がある以上、カッコ付きの属性や状態異常武器が武器の候補になるんだが、ゴグ、マゴグシリーズには砲術師のスキルもついているんだ。砥石低速化は装飾品で解消するにしても、これらのスキルを全て活かすためには、一部のガンランスかチャージアックスしか武器の選択しかなくなるんだ。すべてのスキルを活かそうとすると、武器がほぼ決まってしまうのね。逆にそうしない場合、貴重なスキル枠が確実に一つは死ぬことになるんだ。汎用性も低くて、剣士装備はほとんど出番がなかったな。悲しいわね。じゃあ、ガンナー装備はどうなの？ガンナー装備の方は、まだ汎用性の高い装備となっていたぜ。覚醒は弓にしか効果がないんだが、それ以外のスキルは汎用性が高いしな。装填速度マイナス1も装飾品一つで解消可能なんだ。だから、覚醒が必要でタメさんが連射矢の弓とは相性が良かったんだぜ。なるほど、弓にしてもかなり武器を絞られるのね。何にしても、大流行りした装備ではないってことは分かったわ。あんなに強いモンスターの防具なのに、残念だわ。ちなみに、ゴグ、マゴグシリーズは説明文がおかしいことで有名だ。これは剣士用の同装備の説明文だが、漆黒に包まれた冥界の使者は、闇と共に地に生まれ落ち、背負い死後を大地に振りまく、なんだぜ。何かの予言書かしら？さて、次はゴグマジオス素材で作れる武器を紹介するぜ。全武器種とはいかないが、大まかな傾向を見ていこうか。それから、センスが輝くネーミングもな。そう言われると、性能より名前が気になってくるわね。まずビジュアルだが、悪魔のようなゴグマジオスの見た目とはかけ離れているぜ。神秘的な青さを持った、綺麗な武器たちなんだよな。本当だわ。ゴグマジオス武器だから、もっとドロドロごちゃごちゃしているかと思ったわ。ゴグマジオスがドロドロのごちゃごちゃなのは、重油油とそれに巻き取られたものが原因で、実際は綺麗な体色をしているそうだ。バルハザクと同じで、身にまとっているもので損をしているタイプなのね。でも、どんな性能をしているのかしら？ゴグマジオスの武器だし、火属性か爆破属性かしらね。気になる性能だが、すべての武器に共通して、まず攻撃力が高いぜ。マイナス会心が少しついているが、そのままでもいいし会心スキルで打ち消してもいいな。高い攻撃力でゴリ押せるってことね。でも、属性はないの？あるにはあるぜ。火属性もいいけど、汎用性が高い爆破もいいわよね。いや、ゴグマジオス武器の属性は睡眠なんだ。え？
ゴグマジオスのどこに睡眠の要素があるのよ。満腹になったら寝るそうだから、その辺じゃないか？適当すぎるでしょ。それはさておき、切れ味は強化することで紫ゲージは短いながら優秀だぜ。切れ味系のスキルを用意しなくても十分に活躍してくれるんだ。紫ゲージが短いから、手数武器には向かない部分もあるけどな。睡眠のインパクトが強すぎて切れ味の話が頭に入ってこないわ。というか、睡眠なんだから手数武器が輝くんじゃないの？防具と同じで、なんかちぐはぐな感じがするわ。そう思うかもしれないが、ゴグマジオス武器は白ゲージも長いんだ。だから、手数武器の片手剣や双剣でも十分に活躍できるんだぜ。睡眠属性の数値は少ないが、モンスターを寝かせることも十分に可能だ。攻撃力で睡眠のおまけ付きと考えると、片手剣や双剣は優秀な武器なんだぜ。なるほどね。防具よりずっと活躍の余地がありそうでよかったわ。で、肝心の名前が気になるんだけど？ああ、ゴグマジオス武器の名前なんだが、強化前は妙に中二病っぽくなっていて、強化後はラノベのタイトルみたいになっているんだ。え？立ちを例に挙げると、強化前が誘いの俺口で、強化後の名前は残罪のエルガレイオンだぜ。ほ、本当にラノベっぽいというか、アニメ化されそうなタイトルね。ああ、他にも忘却のオストラコンや破滅のキリエ、大将のネイディアなどなど、ゴグマジオス武器はラノベのタイトル案みたいな名前で、見ているだけで楽しいんだぜ。確かに、ちょっと和むわね。棺のチャイカとか混ぜても違和感ないわ。というか、ゴグマジオス関連で和むのって武器の名前くらいなんだよな。生態も設定も強さも、地獄みたいな感じだったもんね。最後に武器の名前で和めてよかったわ。ゴグマジオスの徹底解説は以上だぜ。とにかく、当時のハンターがアビ教官の地獄を味わったことは分かったわ。にしても、モンハンのラスボスが倒せないことで、難民が発生するなんてすごいわね。ああ、それだけゴグマジオスが強すぎたってことだな。それと比べると現在のラスボス戦は優しくなっているのかもしれないが、また、ゴグマジオスのような容赦のないラスボスが出てくれると嬉しいな。わ、私は全く嬉しくないわ。でも、ゴグマジオスと少し戦ってみたくなったかも。ゴグマジオスが好きな人、新しい情報を知れた人は高評価を。他のモンスターにスポットを当てた解説動画もあるから、チャンネル登録もお願いね。ゴグマジオスに対する愛、苦い思い出などなど、何でもコメントしていってくれよな。ご視聴、ありがとうございました。モンハンをプレイしていると、クエストと拠点での行動のルーティンが完成するが、過去作のモンハンには農場もルーティンに含まれていたんだ。農場は素材を集める場であると同時に、息抜き要素でもあったんだぜ。今は姿を消した農場だが、現在のモンハンにどう影響しているか知ってるか？農場の歴史をたどりつつ、その面影がどこにあるのかを振り返っていくぜ。次回、時代に合わせてどんどん進化、歴代農場の歴史、ゆっくり見ていってね。